北欧アスガルドの神オーディーンの地上代行者であるヒルダのもとに伝説のゴッドローブをまとった7人のゴッドウォーリアが新たに結集した。ここに彼らの打倒サンクチュアリを目指した熱き戦いの火蓋は切って落とされたのである。サガの野望が打ち砕かれ平穏がもたらされたのもつかの間、サンクチュアリでタウラスのアルデバランが何者かに襲われ、アテナ・キドサオリのもとに謎の戦士が現れる。彼は自らをゴッドウォーリア、ゼータ星のシドと名乗り、アテナに宣戦布告を告げる。ゴッドウォーリアの主である北欧アスガルドの神オーディーンの地上代行者ヒルダ、彼女はアテナに代わり地上を支配する野望に取り憑かれたのだった。アテナと共にアスガルドに向かった聖夜たちは、氷河の助けたヒルダの妹フレアから恐るべき事実を聞かされた。ヒルダは何者かの力で邪悪な心に囚われているというのだ。彼女の指にはめられたニーベルンゲンリングを外し、その呪縛を解かなければ、今までヒルダの祈りによって守られてきた北極と南極を覆う全ての氷が一気に溶け出し、この地上のほぼ全域が水没してしまうというのである。アテナは自らのコスモを持ってそれを防ごうとするが、食い止めることができるのは日没までの半日足らずでしかなかった。一刻も早くヒルダを指輪の呪縛から解き放とうとする聖夜、氷河、シュンたちの前にアスガルドの伝説の戦士七人のゴッドウォーリアが立ちはだかる。ここに新たなる熱き戦いの火蓋が切って落とされたのだった。日が沈むまでにヒルダを捕らえなければアテナ・サオリのコスモがつき、地上は海に沈んでしまう。ヒルダのいるワルハラ宮へ向かう聖夜と氷河、シュンだったが、彼らの前にゴッドウォーリアが立ちはだかるのだった。お前はガンマ星フェクダのトール、ミョルニルハンマーによってお前たち3人の首ことごとく跳ね飛ばしてくれよ。ワルハラ宮までまだまだ道のりは遠いというのに、こんなところで手こずっていたか。よし、このまま俺に任せて、お前たちは先へ進んでくれ。ミョルニルハンマー、ペガサス流星剣、やったぞ。2本のハンマーを流星剣で跳ね返した。ゴー、シュン、氷河、トールは俺たちの作戦を読んでいたんだ。俺の流星剣がミョルニルのハンマーを跳ね返したんじゃない。奴は最初から氷河とシュンを狙って投げたんだ。今度はペガサス、お前の番だ。なんて凄まじい憎悪に満ちたコスモなんだ。ゴッドウォーリアとは一体。お前たちのように暖かな太陽の下でぬくぬくと暮らしてきた奴らには分かるまい。この北の果て極寒の地アスガルドの人間にとっては、すでにこの地に生まれた時から戦いは始まっているのだ。だがこれからはこのアスガルドがサンクチュアリを叩き潰し、世界に君臨し支配するのだ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。ファイト。我が巨人のゴッドウォーリアは非常に偉大なお力によって蘇った伝説のゴッドローブを守り、ヒルダ様を守り戦うのだ。俺たちアテナを守るためにここにいるんだ。セイントをあまり甘く見るんじゃないで。ペガサス、桁違いのパワーだ。今まで戦ってきたどんな相手を諦めるわけにはいかない。俺がここで諦めてしまった。サブさんはアテナだった。どうやって戦えばいい。このトールの強大なパワーに打ち勝つことが俺にできるのか。ペガサス、
を持ち、12球で懸命に行われ、いろいろなことを学び、セイントの誇りを忘れず、逃げてはいけない。奴の剣をよく見るんだ。アルデバランのグレートホーンを、アイオリアの皇族剣を見切ったこの目で、アルデバランのグレートホーン、俺のコスト、アイオリアの皇族剣を俺は打ち破ったんだ。水星剣、アテナを助けるために必死だったが、それは今も俺にはできる。ペガサス、たとえ俺のアイオリアが相手でもだ。水星剣、トールの剣の描く奇跡がはっきりと、ペガサス、水星剣、このペクダのトールを切るのは、地表に叩きつけたのはお前が初めての男、それにゴッドホーリアの名誉と誇りにかけてもお前を倒す。お前たちセイントに預かりな。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。トール、ヒルダは何者かによってニーベルンゲンの指輪をはめられ、その魔力に操られているんだ。だから俺たちは、黙れ、もはや問答無用、戦うのみ。そこまでだ。無事だったか、セイヤ。シリュウ、遅れてすまん。老師の元から今駆けつけたんだ。シリュウ、俺のことより氷河たちを頼む。俺がトールを食い止めてる間にヒルダのところへ向かってくれ。そういうわけにはいかんのだ、セイヤ。なぜだ、シリュウ。俺は老師からアスガルドのヒルダとゴッドウォーリアについてお聞きしたのだ。さすが老師はすでにアスガルドの異変に気づいておられた。そしてヒルダを邪悪へと導いた者はニーベルンゲンの指輪であろうということも。しかしニーベルンゲンリングの持つ魔力を断ち切ることができるのは伝説のバルムングの剣を使うほかないという。そしてバルムングの剣を手に入れるためには7人のゴッドウォーリアたち全てを打ち倒し、そのゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアを集めねばならんというのだ。ということは、シリュ。うむ、ヒルダの指輪を外すだけではダメなんだ。7人のゴッドウォーリアをことごとく俺たちの手で打ち倒さなければ。バカな、そんなことができると思っているのか。シリュ、お前の話を聞いて生き返ったぜ。トールは必ずこの俺が倒してみせる。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。ファイト。こいつを倒さなければ、サオリさんは死ぬ。俺の勝ちしかないんだ。ペガサス、流星剣。傷つきながら、ペガサスのコスモは、ペガサス、流星剣。ますます高まっている。だが、所詮ここまでが限度。昔のヒルダ様のコスモは何よりも温かだった。一回の狩人の檻にも慈愛の言葉をかけてくださった。ペガサス、やはりペガサスが言っていたことは正しかったのでしょう。あの気高き美しいヒルダ様は何を変わられてしまったのか。よっ、こうやっているヒルダ様は我らゴッドウォーリアーにとって唯一絶対王から、俺はゴッドウォーリアー、頑張せフェグダのトールなんだ。余計なことを考えるな。俺が今すべきなのはヒルダ様のためにこいつを倒すことだ。水星剣燃やすんだ。究極のコスモ、最高点にまで高めてみせる。さがてな戦いの思い出さ、水星剣究極までコスモを高めるんだ。サオリさんも水星剣の命を燃やして戦ってるんだ。なのに俺が、アテナのセイントである俺がそんなところで朽ち切れたまるか。こんなところで朽ち切れたまるか。極限まで頑張れペガサス、水星剣。これで終わりだ。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。ペガサス、水星剣。
見事だ。そうだペガサス、お前ならヒルダ様をあの時のような気高く温かなコスモに包まれたヒルダ様に戻してくれるかもしれない。バカな、俺の流星剣は確かに奴の体を貫いたはずなのに、まだ立っていられるなんて。ならばもう一度。待て聖夜、奴はすでに息絶えている。トール、お前。トールの目から涙が。聖夜、これが老子の言われていたゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアだ。つまりこれを7つ、いやあと6つ集めればニーベルンゲンリングの魔力を断ち切るバルムングの剣を手にすることができるのだな。このまま4人で向かっては時間の無駄になるだけだ。よし、手分けしていこう。奴らの目的はアテナだけではなく俺たちを倒すことにもある。必ず俺たちの行く手に現れるに違いない。よし、みんな絶対に死ぬなよ。ゴッドウォーリアを倒し、必ずワルハラ宮で会おう。よし、行こう。